おはようございます。えー、今日は最初にですねこの2つのパターンでどちらがお得なのかというのをですね計算していきたいと思います NISA でですねファングプラスを買っていく場合、えー、投資ポイントがもら,えるもらえるですね、証券口座で、えー、毎月30万円を5年間続けて1800万円最短でですね投資した場合、えー、毎月1日に購入したとしますでこれにはですねファングプラスの場合毎年0.32ポイントが付きますこれ松井証券の場合ですね、えー、そしてクレジットカードで ポイントがつく証券会社毎月10万円で15年間と計算しますえこれ、毎月10万円にしているのはですねえ、クレジットカードポイントがつくのが、まあ、10万円が上限だから、これをですね、もうマックスでですね、ポイントがつくようにするということですね。で、購入時に1%のポイントがつくとします。これ0.5%のところとかもあるようなんですけれども、1%がですね、まあ、かなり大きいポイントのようなので1、1%ということで計算をします。えこちらはですね、ポイントとというのははなしとでこれは購入時に 1>, 1回だけ等身ポイントは毎年もらえるということですねこれで計算してみたいと思いますで、計算はですねめちゃめちゃ細かくやりましたこれ動画を止めてぜひ見てみてくださいこの2つですねで結果なんですけれども投信ポイントの場合は101万400ポイントつきましてクレカポイントの場合は18万ポイントとなってえ結局ですね最初1%つくのは大きいんですけれどもまあこれ1回限りで等身ポイントはですね持ってる限りずっとえつきますのでこちらの方がかなりですねポイントが大きいとえいうことが 分かりました、えー、ということで、えー、これはですね上が松井証券のパターンこちらがですね、まあ、一般的な大手ネット証券で、えー、クレカポイントだけついて投資ポイントがつかない場合ということで、えー、計算をしてみました、えー、松井証券ですね是非開いてみようという方はですね私のリンクから概要欄にありますので講座解説してください2つの特典をご用意しました1手数料キャッシュバック最大2万円の手数料キャッシュバック、えー、特別レポート米国株投資の初級から中級までの投資ノウハウが学べる11ページのスライド でで解説しした特別レポートを無料で差し上げまます。す。私は新ニーサー松井正健で始めますぜひ皆さんも講座解説してくださいえ。ということでですね、まだマーケットは閉まっていないんですけれども、あと1時間ちょっとあるんですが、昨日ですね、マーケットが閉まる前に動画出しまして、普通はですね、早朝4時とかに出してもですね、まあ、3時半ぐらいに昨日出したのかな。はい、あんまり見られないので、初速が遅いっていうことで、まあんまり再生されないんですけれども、昨日はですね、え過去2番目 目ぐらいいいいいいに多く再生されまましししたたた。ね。いいねボタンも押していただいてだありがとうございましたで今日はですね特に大きなニュースがあったわけではないんですけれどもあえてですねちょっと早い時間にこれも公開してみたいと思いますので早めに見た方またいいねボタンで応援していただけると嬉しいですで昨日の動画でですね昨日が結構ですねいい会話かもしれないということもあってそれをいち早くお伝えしたくてですねちょっとリスクをとって早めに出したんですけれどもまあ、もちろんですねあの明確に絶対ここがいいんです ですよなんていうことは言えないんですけれども結果ですね今ナスダックが1.71上がってましてサンドピー500が0.97上がってましてダウが0.34上がっているということでやっぱり昨日のですね終わり頃が結構いい買いポイントだったかなというふうに思いますで今日もですねマーケットが開いてからグズグズしていましたので昨日買えなかった人もですね今日マーケットオープン買ったとしてもですねむしろ昨日のですね終値りよりもちょっといい値段で買えたようなポイントがあったんですけれどもそこから スルスルと上がっていきましたということになっています。ということで詳しく見ていきたいと思います。えー、今日はですね生産者物価指数が出ましたね。全体の数字としては前月比0.3の予測に対して0.2ですね。前の月は0.6だったのでかなりの進歩となります。で、コアですねこちらは前回の0.3と同じあ違いますね、えー、と予測が0.2だったんですけれども今回0.2ということで予測通り前の月よりかは0.1下がっているということでですね。 PPI でですね、えー、まあ金利とか株価は驚いてですね、まあ、ちょっと過剰反応じゃないかっていうぐらい下がったんですけれども、えー、今日はですは、ね、PPI がえ良かったということでですねちょっと軟化したということでですね、まあ、最初は金利も上がってそれでも上がってですね株も下がっていたんですけれども、えー、マーケットの間にですね、まあ、金利がちょっと下がってきて株はですねかなり強く上がっているというような状況です。えー 12ヶ月平均出てるんですけれども、まあ、どん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 です、ね、こう下がってきているということで非常にいい状況ですね。 ナスダックの分足ですけれども、マーケットが開く前ですね、まず PPI が出た時にこう大きく上がって、そのまんまですね、まあ、マーケットが開いたわけなんですけれども、一時売られてですね、でもそこから上がって、えー、ぐんぐんとですね、上がっていっています。ほぼですね、惜しめなく今日は上がっていっているような状況です。で、今日はですね、かなり、えー、強く上がっていますね、えー。昨日のこの実態の部分はですね、えー、今日の実態がですね、こうカバーしているというような状況なので、えー、かなりですね、 強いといとう状況でですすねね、まあ、この辺です、ね、かなり長い長いレンジと、えー、もう1ヶ月以上に及ぶですねレンジなんですけれども今日強く上がっていますのでもしかしたらですねこちら明日ぐらい抜けれるかもしれないなという状況ですね、まあ、明日抜けれるぐらい強く上がると思うのであればですねこの動画をですねマーケットクローズ前に見た方はそこが仕込み時かもしれないということですね。ははいもちろん明日の動きは私 にも分かっていませんので、えー、投資は自己責任でお願いいたします。はい、で僕はですね、ナスダックを今ラージ2枚持っているんですけれども、これ10万円ほどプラスになっています。 S&P500 も上がっていますが、ナスダックの方が強いですね。S&P500 もですね、そうですね、まあ、こ,れこれぐらいですね、まあ、かなり長い期間、1ヶ月以上ですね、まあ、こう、レンジだったわけですけれども、まあ、センチメントとしてはですね、こう上に行くような材料を探していたのかなというような気がしているんですけれども、昨日のですね、悪い CPI がですね、まあ、悪材料、出尽くし感が出て、まあ、上がっているのかなといった感じですね。 最近の CPI はですね CPI が強めの数字が出た時ですね一気に下がるんですね下がるんですけれどもまあ3日とか5日ぐらい経つとですねそれをリカバリーするというような動きが続いていてそれがパターンになってきていますので、まあ、今回もそのパターンかもしれないなというふうには思っていますラッセルはですねこのチャンネルの中で動いていますねというお話をしてたんですけれども昨日ですね大きく下回って今日はですね大きくリカバリーし,しようとしていると。 というような状況です。 で、ナスダックはですね、GM をクリック証券でやっていますので、ご興味ある方はですね、概要欄のリンクから講座解説していただければと思います。今、FX の方のランディングページなんですけれども、FX 取引でですね、4000円プレゼントというタイアップをやっております。で、今、ラッセル2000もですね、仕込んでいまして、今、プラスになっているんですけれども、ラッセル買えるところって結構少ないんですね。で、クリック株三六365だと買えるということで、僕はこれは岡さんオンラインで買っています。ラッセルをやりたいという方 またはですねこれも概要欄にリンクがありますので岡さんオンライン、えー、ぜひですねチェックしてみていただければと思います、えー、今日はですね決算を控えていたマグニフィセントセブンが株価を牽引していますえー、まもなくですね JP モルガンチェイスウェルズファーゴシティグループの決算発表が行われますえー、ということで決算シーズン始まりますねえー、こちらが今週の決算の予定なんですけれども明日のマーケットですねアメリカ時間の金曜日のマーケットが開く前にですね JP モルガンウェルズファーゴ ブラックロッククロシテティとあとああス,テー,トストリートもありますねこの辺の金融系が固まって決算を出す予定となっておりますえ今日はですね10年債利回りはですね、まあ、日中高くなってたんですけれどもちょっと落ちてきました欧州中央銀行がですね利下げに踏み切ると示唆したことでですねアメリカも反応したということですブルームバーグインテリジェンスの調査によりますとマグニフィセントセブンはですね 平均して利益は38%増加する見込みだというレポートが出ていますということでまあ、株価が上がったとしてもですねそれは利益が伴ったものということですねまあ、今年になってからですね Apple とテスラは非常に調子が悪いのでその辺がですね株価がボトムアウトしていけるかどうかっていうところが気になりますね Apple はですねヘッジファンドが格付けを上げたなんていうニュースも出ていましたそろそろですね AI 関係の関連のですねニュースが出るんじゃ じゃないいかっていうです、ねまあ、予測ですすねねま予測こちらがですね去年の10月からの大手銀行の株価なんですけれども JP モルガンバンクオブアメリカシティグループウェールズファーゴですねで一番下が S&P500 なんですけれども S&P500 をですね大きくアウトパフォームしているということですね。まあ 1> 1ヶ月ぐらいでですね、35%から45%ぐらいですね、上がっているということで、ファイナンスはですね、これ、利下げを見込んで上がっている面もあると思うんですけれども、株価はですね、ファイナンスセクターは調子がいいということになります。今日の FRB 交換発言なんですけれども、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁は、インフレ目標と雇用目標のバランス改善に向けて大きな前進を遂げた。ですけれども、ごく近いうちに利下げを行う必要はないと述べたということで、これ、中立 ですねハト派でも高派でもないと、えー、言った発言かなというふうに思います、えー、リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁、えー、中央銀行は物価上昇圧力を抑えるためにまだやるべきことがあり利下げには時間がかかると述べたということで若干高といったような、えー、状況ですねまあでもあのー、利下げが近くないっていうのと、えー、利下げには時間がかかるっていう、まあ、この表現の違いだけでまあほとんど同じような内容かなというふうに思います、えー、ボストン連銀の、えー、スーザン・コリンズ総裁はですねもう もう一歩踏み込んでいまして今年の利下げ幅を縮小する可能性があるということで3回じゃないかもしれないとまあ、2回かもしれないし1回かもしれないしということですねただし利下げ幅を縮小ということなので利下げがないというところまでは踏み込んでいないということですということで今日の発言はですねコリンズ総裁が最も高派な発言となりましたテスラのイーロンマスクはですねインドのモディ首相と会談する予定ということですねこれ何 んか新しい工場を作るですとか何、まあ、かですねテスラのプラスになるような材料が出てくるかもしれないな、はい、こちらが株価の値動きですねナスダックがですね非常に強く上昇していますこの2日間のです、ね、下げしかも CPI での下げをですね一気に取り戻したといった状況ですね サンド P500 も同じですね。ダウはちょっと弱い、弱めです。はい、えー、ゴールドですね。水曜日は下がりましたが、木曜日ですね。また大きく上昇しています。1.24%上昇ということで、えー、ゴールド強いですね。ずっと買われすぎ水準のままですね、上がり続けているという相当強い状況です。えー、ドル円ですけれども、153円をですね、突破して今15、153.241ということになりました。152円をですね、ずっと怖がっていたんですけれども、これを超えてしまうと、 ですね。もうこう一気に行ってしまったというような状況ですね。今のところ為替介入は入っていません。メキシコペソも非常に強いですね。はい。僕がやっているメキシコペソもですね。 まあ証拠金ベースで考えるともう倍以上になってまして、えー、相当ですね利益が出ていて、まあ、買い増ししたいなって思ってるんですけれどもちょっとですねかなり強く上がりすぎているので、えー、できればですね押し目があると買いやすいのになといった状況ですねでもちょっと振り返るとですね上がるときはこれぐらい強く上がってもう次のですねこのボックスからもうこのボックスに行ってしまうみたいな形ですので今回もですね、まあ、もしかしたらこういうボックスが作られるかもしれないなというぐらいですねちょっと、 と強い勢いで上がっているというような状況になっています。スワップ狙いのですね、メキシコペソですとか、あとはですね、ドル円のトレードをやってみたいという方はですね、みんなの FX 概要欄にリンクがあります。タイアップをやっておりまして、最大1万円のですね、キャッシュプレゼントをやっておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてください。オイルはですね、まあ一進一退といった感じですね、コンソリデーションですね。はい、金利の時間足でですすけれどもこうですね下がってきてき 1一段上がって下がってきて CPI でぐっと上がってですねそこからほとんど下がっていないというような状況ですね。 まあ今日はそんなに上がっていないんですけれども、下がっていないともいうような状況です。債券トレーダーはですね、利回り5%、そしてですね、利下げなしの世界に備えているトレーダーもいます。はい。ETF ですね、EDV ですけれども、こう波打ちながらですね、下がっていっていると。まあ、つまり金利が上がっているという状況ですね。どうもですね、TLT よりも EDV やっている人の方が多いようですね。こちらがですね、NISA 対応という ということで TLT は NISA 対応じゃないらしいんですね。えー、ということで、あ皆さん、あの、EDV とか TLT やってる方、どっちやってるかっていうのをちょっとコメントで教えていただけると嬉しいです。EDV やってる人が多いのであれば、まあ、TLT の方がメジャーかなっていうことで、TLT 取り上げてたんですけれども、EDV でですね、えー、取り上げていってもいいかなというふうに思ってます。まあ、こんな感じの上値、ねえー、切り下げですね。はい。まあ、下値もこんな感じで。 え、若干ですね。まあ、狭まっていって、まあ、ほとんどチャンネルですね。えー、というような状況です。まあ、このチャンネルで動くとすればですね、そろそろですね、ちょっと反転してきてもいいのかなというような状況です。えー、ビットコインですね、最近動きがですね、小さくなってきました。まあ、こんな感じの動きで、さあ、どっちに行くかと言った感じですね。まあ、今までのこう動きを見てくると、上に抜けそうな感じは、そっちの圧力の方を感じます。まあ、下でもこう切り上がっていっていますし、 上根もです、ね、若干切り上がっていっているということでこっちっぽいなというふうには思います。 みんなの FX と一緒にですね、みんなのコインというのを解説していただきますと、ビットコインのですね、CFD 取引、売りも買いもできますし、2倍レバレッジかけられるようになりますので、よろしければご利用ください。はい、えー、今、利下げの織り込みはですね、12月までで2回ということになってます。FOMC より高派ということですね。で、最初の利下げはですね、9月までないだろうというですね、予測になってますということで、再建トレーダーはですね、まあ、利下げは、まあ、なかなかないだろう。 なっていうようなですね予測に変わってきています。まあ、今年の最初の方はですね、6回利下げの折り込みになってまして、さすがにちょっとそれは折り込みすぎなんじゃないのって誰しもが思っていたんですけれども、ここに来てですね、かなり身構えているというような状況ですね。はい。ただまあ利下げをあんまりできないっていうことは経済が強いということですので。 経済が強いっていうことは基本的には株にプラスと考えていいんじゃないのかなというふうに思いますし、まあ、経済がですね、ちょっと弱まってきて、利下げがあったらあったでですね、まあ、それも株の押し上げ要因になるということで、まあ、これが遅くなる分にはですね、まあ、非常にこう強い業績がですね、長く続いているという意味合いにおいてはですね、悪くはないのかなというふうには思っています。がこちら PPI チャートですけれども PPI の中身を見てみるとですね外来医療費は横ばいサービス価格は0.3%上昇その理由はですね航空運賃の上昇が一因ということですねこれは原油価格なんかも影響していると思いますそして財の価格グッズですねは小幅下落しましたということでこの PPI を見てもですねサービスインフレが下がるのを待っていると。 いうような状況ですね。はい、今はですね、コモディティも上がり始めています。同価格ですね。あとは鉄鉱石、この辺のコストも上がっているということです。はい。ただですね、まあ、このグッズの価格は価格はですね、まだ下がっていますので、えー、やっぱりですね、まあ、現状問題になっているのはサービスインフレの方かなというふうには思います。はい。マグニフィセントセブンが確かに強いですね。アップル3.65、あとでチャート見ますね。ヘンダビデオは3.21、アマゾン1.78。 テスラ1.5%と、マイクロソフトも1.34ですね。ブロードコムなんか4.61上がってますね。マイクロンテクノロジー3.09、アリスタネットワークス2.98。はい、えー。まあ、テクノロジー関連が非常に強いかなという感じですね。トラベル関係も強いですね。ブッキングドットコム1.79、Airbnb3.19。 あと、ナイキはですね、これは格上げもあってですね、3.41上がっています。個別株を見ますと、アームがですね、4.03ということで上昇しています。この 50MA がですね、サポートラインとして効いているような感じですね。スノーフレークもですね、ボトムアウト感が出ています。3.93%上昇。アップルですね、今日非常に強いですね。まあ 格上げのニュースなんかも出ていましたけれども、まあ、この辺でちょっと底打ちかもしれないですね。MacD も若干こう上向きになっていますし、RSI もだんだん上がっていっているので、えー、この辺が底打ちかもしれないですね。この下落トレンドもブレイクしているということです。まあ、今日1日の動きだけで判断するのは、えー、ちょっと早すぎるんですけれども、まあ、そもそもですね、こう底打ち感があったので、まあ、この辺でですね、えー、ちょっと変わってこれるかもしれないということですし、あと決済

かけてたんですけれども、えー、今日大きく上昇しましまたたね、はいえー、ただですね、この RSI でちょっと強すぎるところで、えー、またですね、切り返してきているので、はい、ちょっとかなり強すぎるんで、これだけですね、また上がってしまうと、まあ、エントリーとしてもですね、ちょっとえ難しいリスク高めのエントリーポイントにはなってくるかなというような状況ですね。はい。NVIDIA はですね、50MA にタッチする前にですね、反発し始めています。これもなんかこの辺がですね、 一番いいおしめ買いポイントだったのかもしれないですね。 データドック3.27ということで、昨日もですね、かなりこう切り返して上がっていったんですけれども、今日大きく上昇しています。MacD を見ても速打ち感ありますね。RSI を見ても速打ち感があります。アリスタネットワークス2.96%上昇。スーパーマイクロコンピューターはですね、50MA にタッチして一旦下回ってですね、50MA の上にですね、今顔を出しているというような状況です。はい。Google ですけれども、このカップイズハンド a をですねブレイクした後ですね、まあ、セオリー通りに上がっていってますね。これ非常に綺麗なチャートですね。綺麗な、えー、カップイズハンドルですね。アマゾンがですね、2年以上ぶりでですね、えー、新高値を更新しました。ということでおめでとうございます。はい。えー、テスラもちょっと底打ち感がありますね。マクディも上向き、RSI も上向き、はい。ちょっと底打ち感が出てきました。はい。センネル1もですねはい、まあここの この辺ががですすねサポートラインになっててて底打ち感が出てきていますセクターごとですけれども、まあ、エネルギーが若干弱かったんですけれどもテクノロジー・コミュニケーション・サービスコンシューマーシクリカルといったところが非常に強くなっていますフィアンド・グリードはですねまたグリード60のところに来ています で、今晩の経済指標なんですけれども、えー、ボスティックさんのですね、発言とかはありますが、そんなにですね、もう重要なものはないかなというような状況ですね。はい。ということで、週末ということで、まあ、上がる前に買おうということで、買いのポジションが入るかどうかといったところを見ていきたいなというふうに思います。で、来週はですね、日本時間の月曜日の夜にですね、小売り売上高があります。 あとは木曜日の夜にですね、中古住宅販売個数、あとはフィラデルフィア連銀製造業景気指数、まあ、この辺が重要なんですけれども、まあちょっと軽めの週ですね、そんなにすごく重要なものはないですね。雇用統計とか CPI とか PC とかそのレベルのものは来週はないということになっています。はい、あとまあ来週決算ですね、まあ、今週もそうですけど、来週はですね、決算の方が重要視されるかもしれないですね。 はい、えー、コメントいただきました。気をつけて50週中20週がサームルールを発動してるぞって煽ってる YouTuber を論破してくださいっていうことなんで、まあ、ちょっとめんどくさいんですけどやっていこうかなというふうに思います。えー、サームルールというのはですねサームさんという人が考えた まあ不況を表す指標なんですけれども過去12ヶ月間の失業率の最低値そして失業率の3ヶ月平均これを比べてですね3ヶ月の失業率の平均値が0.5ポイント以上ですね上回っていれば過去12ヶ月の最低値を上回っていればですね景気後退であるというサームさんが作ったルールですねそれをサームルールと言いますはいでそれでですね 50週のうちですね、20週がサームルールで発動してるぞって言ってるですね、YouTuber がいるそうです。はい。ということで、これ論破したいと思います。えー、っとですね、まあ10秒ぐらい、5秒、いや、まあ2秒ぐらいでできるかなとはいいうふうに思います。はい。このルールを作ったサームさんがですね、私のルールを個別の週に当てはめないでと言っています。はい、論破。はい。ということです。なので、このサームさんがですね、あのこういうふうに言って、 いますので、えー、まあ作った本人が言ってるんですから、はい、当てはめないでっていうのを当てはめてですね20種でサームルール発動って言ってもサムさんそんなことしないでって言ってるんではいそれはしても意味がありませんということで、えー、論破終わりですでなぜやっちゃいけないかっていうまあこれ中身書いてるんですけれども、まあ、ざっくりと言うとですねこれ国でやらないと意味がありませんよということですね、えー、州でやるとですね移民が多い州っていうのがあるんですね例えばカリフォルニアとかまあ、労働力としても大きいんですけれど 移民が多いんですよ。で、移民がですね、入ってきて、まあ移民っていろいろ手続きがあったりとか、まあ アメリカで生まれた人よりも仕事を探すのにちょっと時間がかかったりしますのでそういった意味でですね一時的に失業率が上がることがありますけれども、まあ、そういう特殊事情があったりするので週で見てですね騒ぐことはしないでっていうのをですねサームさんが言っておりますので多分ですねこの週ごとのサームルールっていうのを語っている人はですねそれなりに相当勉強している人だと思うんですねなのでこれサームさんがこういうことを言っているっていうことをですね まあ、多分知ってると思うんですよ知っていて言わなかったとしたらですね、かなり不誠実ですし、まあ、知らなかったら勉強不足ですしっていう感じですね。はいということで、あの衝撃のルールあ、えー、衝撃の事実みたいな YouTube ってすごい気になっちゃうと思うんですけど、まあ、それを見て、ですね自分の投資行動に落とせるかっていうところで、えー、ジャッジしていただければと思います。まあ、そういう人たちは、あのそれはそれであの商売でやってるんで、まあまあ、それはいいと思うんですよ。やるのは全然構まわないと思うんですよ。 で皆さんがそれに時間使うかどうかっていうのは皆さんの選択ですのであこの衝撃の事実ってなんかあエンタメ的には面白いけど投資行動に落とせないなっていう思うようなですね まあ情報はですね、まあサムネが気になっても見ないっていうのが一番じゃないのかなというふうには思います。はい。で、ニックからの記事です。え、利下げはですね、何が問題かっていうと、いつなのかっていう問題ではなくて、if ということで、利下げがあるのかないのか、そこも今ですね、問題になってきているというようなニュースが出ています。 さすがにですねこれはパウエルさんからのリークではないと思うんですね、えー、数週間前にですね3回利下げありますよって言ったタイミングでですね もう今年利下げしないつもりだからちょっと記事書いといてよっていうことではないと思いますので、えー、そこまでですね、まあ、まだ今年っていうと、ま、相当ありますんで、そんなに大きく気にする必要はない、えー、とは思うんですけれども、まあ、こういう記事が出てくるっていうことはですね、えー、経済指標が強すぎてですね、利下げは、えー、もしかしたらないかもしれないというふうな憶測も出ているということでですね、まあ、無視はする必要はないんですけれども、はい、えー、こういう意見も出てきているということですね。

で利下げがなかったら、えー、悪いことなのかどうかっていうのもよくよく考えた方がいいかなというふうに思います。利下げしないっていうことは経済が強いっていうことなので、経済が強いっていうことは基本的にですね、まあ、金利が高いんで、もしかしたらですね、小型グロースが売られるみたいな展開はあるかもしれないですけれども、決してですね、悪い状況ではないということです。 シニアですね前向きに望んでいけると思いますし金利がですね高すぎて 落ち込む銘柄っっっててどんなんなだっけって考えると、まあ、小型グロースですとか、まあ、利益が出てない会社ですとかあとはですね、まあ、売り上げ割る株価でですね株価割る1株当たり利益とかあと1株当たり売り上げっていうところで出す PSR とかですねそういうのが高すぎるやつはちょっと落ちるかもしれないなっていうところで、まあ、そういったもののですね割合を減らしてですねもうちょっとディフェンシブなものだったりですとか、まあ、今だとエネルギーとか とかあとは金融セクターとかですねあのインダストリアルのセクターなんていうのが調子がいいので、まあ、そういったものに少し資金を移していくですとか、まあ、ディフェンシブなものも入っているですね S&P500 をですねこう思考停止で S&P500 っていうのじゃなくて、まあ、こういった相場環境だから金利が高止まりしたらグロースは落ちるかもしれないだったらディフェンシブな S&P500 がいいよねですとか、まあ、もしかしたら d a がいいかもしれないですし、まあ、そんなですね発想をしていって ですね、投資のです、ね、こうポジションを変えたりリバランスしたりです、ね、していくといいんじゃないのかなというふうに思います。はいえー、ということで,です、ね、今日もチャレンジで、えー、早い時間にです、ね、動画公開してみたいと思いますので、えー、早めに見ていただいた方あ、ま、後から見ていただいた方もです、ね、ぜひいいねボタンで応援していただければと思います。で冒頭にご紹介したです、ね、松井証券ですね講座開設限定レポートがもらえるそしてタイアップで2万円のです、ね、キャッシュバックやっております。 ますので、えー、ぜひですね、概要欄のリンクから口座解説していただければと思います。ということで、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。